始まりました、ちょっと散歩リンク。皆さんこんにちは、 J コムリンクの井上幸です。さあ今回は三崎町からお届けします。では田代町長お願いします。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。三崎町長の田代でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、町長今日は何をご紹介していただけますか。今日はあの 三崎高校をご紹介したいと思います、はい、この三崎高校はですね、本当にあの大阪府下でもあの有名な高校ですので、特にいろいろ教育部門、また地域との関わり、そういったことをあのサポートしてくれてる学校ですので、はい、あのまた校長先生にお話を聞きたいと思います。町長、今日は私も一緒に同じ T シャツを着させてもらってます。そうですね、はい、後ろに三崎もちゃんと見てますね。はい、はい、じゃあ、 あのフェアで行きましょうか。フェアで、はい、はい、行きましょう。ではこちらですかね。はい、はい、階段上がってきましたね。やっと上がってきましたね、良、はい、かったですね、はい、ちょっと井上さん後ろを振り向いてください。はい、あ、すごい景色ですね。綺麗でしょう、はい、もう一望できますね、はい、私この三崎高校のこの景色がですね、はい、本当に大好きなんですよ。あのできた自分からあの三崎にこんなこういい高校ができてよかったなと、このように思って今でも誇りに思ってます。町長、今日はなぜ三崎高校を散歩すると思ったんですか。そうですね、三崎高校はあの本当に素晴らしい高校なんですよ、はい、ということはあの、まあ、子どもたちの力をこう伸ばしていく、またあの就職活動、進学活動なんかをサポートしながらですね、そして地域との連携をしっかりとその保っていく、そういうやり方の学校ですので、先日も三崎町は包括協定、連携協定を結んでおりましてですね、これまで以上に地域との関わりを思って素晴らしい教育が行われる学校となると思います。簡単に経緯を説明しますと、これまで、大阪府の教育委員会は府立高校の再編整備計画に基づいてですね、効果的かつ効率的に学校の配置を進めてきたという経緯がございます。そんな中で三崎高校においても一時は閉校が検討された時もありましたけども、はい、しかし三崎高校ではですね、これまで以上に、はい、まあ、地域との関わりをしっかり、持ってもらってですね、はい、そういった教育方針を立てておりますので、はい、あの存続をしていこうということになったのかなと、このように思っております。ここでスポーツ、はい、スポーツあのあこちら運動場ですか。クラブ活動をやるんですけど、はい、本当にあのもう直接海がそこにあるっていう感じ。そうですね、見えますでしょう、グラウンドの向こうがもう海ですね、はい、こういった環境の中でね、はい、子どもたちがすぐすぐと、はい、あのまあ、いわば成長していってですね、はい、社会で、活躍してくれることを期待してるんですけどね。そうですね、はい、来年度からは地域と一緒に、その体験学習っていうのかな、そういったステップスクールというのをチャレンジできる、はい、そういった取り組みをやっていくかのように聞いております。今後は進学や就職を見据えたサポート体制がさらにですね充実して、また地域との連携した体験授業や地域資源を生かした、いわば海がありますね、マリンスポーツとかそういったものを特色あるプログラムを用意していただいていると聞いております。そうなんですね、はい、今日はいくつかご紹介いただけるんでしょうか。今日はあの玄関で校長先生がお待ちですので、はい、校長先生にまた詳しくお聞きしましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。あ、校長先生お待たせしました。お待ちしておりました。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。校長先生こんにちは。井上さんどうも、はじめまして、三崎高校の校長をしております中村と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
本校はですね、来年度、多様な教育実践校として、新しくスタートを切ります。愛称ステップスクールっていうんですけれども、このステップスクールの特徴というのは、まず、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーといった専門人材を充実させて、生徒が安心できる、環境づくりがまず一つ。そして、1クラス30人程度の少人数制で、生徒一人一人の個性を大事にする学習環境づくり、そして、地域とつながるカリキュラム、こういったところが特徴になります。で、本校はですね、支援教育にすごく力を入れてまして、支援チームであるパスファインダーというんですけれども、そこが支援教育を担っています。通級指導や、1年生ではですね、大人数がすごく苦手だとか、騒がしい中ではなかなか集中できないといった生徒のために、さらに少ない人数、1クラス15人までの少人数のクラスを編成して、いろんな体験活動を通してですね、社会に出た時に必要とされるような力を、身につけてもらっています。まあ、いろんなユニークなところがありますので、これからご案内しながら説明させていただきます。はい、ぜひお願いします。はい、では参りましょうか。高校に入るのがすごく久しぶりなので、はい、新鮮味があります。はい、そうですか。はい、まあ、中廊下一棟式といって、はい、まあ、一つの校舎の中に、まあ、教室が全部あるというのは、他の、ね、学校では、棟がいくつかあってっていうのがあるんですけれども、本校は、一棟式で、全部の、教室がこの建物の中にあるという、そういうことになっています。全てつながってるんですね。そうですね。なので移動がすごくしやすかったり、場所を覚えやすかったりっていうのがあると思うんです。はい、じゃ屋外に出てきましたけども、はい、はい、これ見てわかりますか。はい、これタコ壺なんですけど、生徒たちが、自分たちで手作りで、はい、粘土から一生懸命こねて作ったタコ壺なんです。ではこちらの教員から説明をさせてもらいます。こちらのタコ壺なんですが、こちらのタコ壺、生徒が一人一人自らの思いで作ったタコ壺になります。で、完成したタコ壺は大阪府水産課のから特別裁縫許可を得まして、実際に近くの海に行き、自分で作ったタコ壺を海に沈めて、授業を通してタコ壺漁を体験しています。先生、ここはフグの養殖ということで聞いたんですけども、はい、教えていただけますか。はい、はい、本校のフグは大阪府水産課大阪府栽培漁業基金水産技術センターの3つの機関の協力を得まして、大阪府栽培漁業の研究用のフグをいただいてます。で、そのフグを、まあ、授業の中で飼育と調査を行っています。で、その他に三崎高校独自で低塩分濃度によるフグの養殖にも挑戦しています。で、この飼育方法は本来の海水の塩分濃度より低い塩分濃度でその飼育することによって、成長過程に変化があるのかどうかっていうものを三崎高校独自で調査しています。先ほどのお話でマリンアドベンチャーというお話が上がりましたけども、はい、詳しく教えていただけますか。はい、本校には4つの系列というのを、用意してまして、1つは先ほどのマリンアドベンチャー、そしてアクティブ IT 系列というのと、ソーシャルケア系列、それからクロスカルチャー系列という、この4つの系列をカリキュラムに用意しています。これは生徒の興味関心に合わせていろんな選択を科目を用意して、生徒が積極的に興味を持って授業を受けてもらえるような環境を作ってやっているんです。で、今からですね、ご案内する、教育相談室なんですけれども、はい、非常にこうリラックスできる、いろんなものが置いてあって、工夫を凝らしているのでぜひご覧ください。はい、こちらになります。どうぞ入ってください。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三崎高校の川野です。よろしくお願いいたします。はい、こちらの、本校の、相談室にはこのようにヨギボーを置いています。リラックスした空間ですね。そうなんですよ。
まあ、この、部屋は、昼休みとか、放課後に開放していて、またここだけじゃなくて、各階にもこのような、生徒が安心して過ごせるような部屋を、本校は設置しています。また、それだけじゃなくて、三崎高校は、府立高校初の、スクールカウンセラーの常駐、他にも、キャリア教育コーディネーターや、スクールソーシャルワーカーの時間数も府立高校の中で一番多く確保できており、まあ、生徒がここだけじゃなくてそういうところでも安心して過ごせるようにしています。また、地域連携室っていう部署を立ち上げており、そのステップスクールと中の一つの取り組みなんですけど、その中で、地域連携コーディネーターという方にも、常駐して、いただいております。校長先生、ところで地域連携コーディネーターとはどういうことをされてるんですか？はい、地域連携コーディネーターはですね、本校と地域をつなぐ窓口の役割をしていただいてまして、いろんな連携先を今開拓して調整をしていただいてます。三崎高校はですね、昭和54年に、三崎町、地元三崎町の強い要望で、設置された高校になります。三崎高校ではこの三崎の自然環境を守ろうというですね、三海人プロジェクトという活動があるんですけれども、そちらの方にも地域の方にもお手伝いをいただいて一緒に学校を盛り上げている、そういった運気があります。そんな校風もありましたので、4月には三崎町さんと、そして8月には地元企業さんと包括連携協定を結ばせていただきまして、今現在教員の方が地域連携を活用した事業を一生懸命考えているところなんです。教員研修ではですね、モノポリ協会から講師を招いて、そのモノポリというボードゲームなんですけれども、ご存知ですか？初めて聞きました。そうですか、はい、また後ほどそれも見ていただこうと思いますけれども、そういったものを事業に、取り入れられないかというのを今一生懸命進めているところです。三崎高校には自己探求という授業がありまして、この、もうすぐですね、三崎の府警と洲本の、船で結んでいるライナーがあります。それを活用しまして、淡路島でサイクリング、淡路島の文化を、学ぶっていう、そういう活動を予定しています。で、淡路島はもちろんですけれども、三崎高校ではお隣の阪南市とも、連携をして、アマモの調査をしたりとか、そういったことを、まあ、出前授業で本校の生徒が、小学生を対象に、そういうレクチャーをしたりとか、そういうことも行わせていただいてます。まあ、そういった形で連携というのは非常に広い範囲で連携をさせていただいているところなんです。はい、まあ、今社会実験ですけども、はい、将来的にはやっぱり、淡路島と航路をやっぱり復活させたいというふうに思ってます。はいはい、校長先生、三崎町のにある三崎高校でしかできない授業やプログラムがたくさんあるんですね。そうですね、授業だけではなくてですね、部活動でも、本校のサッカー部が、三崎町にある潮騒ビバレーという、ビーチスポーツのスタジアムがあるんですけれども、そちらで、女子のビーチサッカーチームと合同練習をやったりといったことも、させていただいてます。次はどこをご紹介いただけますか？はい、4階の方にも、図書館がありまして、ちょっと変わったものがたくさん置いてあるので、そちらの方見に行きましょう。ぜひ見たいですね。どうぞ。お邪魔します。校長先生、ここ図書室ですよね？はい、はい、まあ、図書室といえば何をするとか分かりますよね。もちろん、ね、調べ物をしたり、はい、実習もしますよね。はい、はい、それだけじゃなくてですね、はい、ここではユニークなものがあるんですけども、あそこの一角はちょっと、はい、珍しい気がするんですけど。そうなんです、はい、これね、アナログゲームって言って、はい、電気を使わずにできるボードゲームであったりカードゲームであったり、はい、そういったものをたくさん揃えてるんです。これはそしたら生徒さんが自由に休み時間とかにアナログゲームができるという場所なんですね。そうですね、三崎高校では、休み時間とかに、自分たちで図書室でやること以外にも、アクティブ IT の系列の授業であったりとか、あるいは、アナログゲーム部という部活動などでも、アナログゲームを、生徒たちはやっています。これやることによって
対話力っていうか人と話す力っていうのはできてくる。はい、そうですね。アナログゲームというのは、まあ、対面でお互いに話したり、あるいは相手の考えや自分の考えとかっていうのをお互いにコミュニケーションを取りながらするのがアナログゲームですので、それによって、コミュニケーション能力がつくということです。社会で、ね、要求される能力、力っていうのは得てしてそういう、ね、コミュニケーションであったり交渉力であったりそういったものが必要とされるので、そういったものをこういったゲームを通じて、身につけてもらえたらなというふうに思ってます。よかったらやってみませんか。せっかくなので町長と一戦交えたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先行ごじゃんけん。じゃんけん。はい、あいこでしょ。あいこでしょ。よっしゃ、どうぞ。まず真ん中行こうか。ここですね。あーあーって言ってしまった。わかるのか。ここ入れたら真ん中へ、あ、ここで行けるの。はい、これ真ん中に入れたらあかんねえな、これな。真ん中に入れたら亀のこの、はい、はい、大丈夫です、大丈夫です。ここ入れた、はい、ここで、あ、あ、そうです。あ、こうですね、はい、こうですね、あ、そうですね、じゃあ負けました。そういう価値もあるんだ、はい、なるほど。しかしこういったゲームをやるということは、はい、子どもたちにとって本当にこのコミュニケーション作りが、ね、はい、大きくやっぱり、はい、できてくるんじゃないかなというのと、そうですね、で、まあ、これから社会に出ていって人との対話とかですね、はい、そういったコミュニケーションがうまくちょっといけるかな、はい、これをやることによってね、はい、いいなと思います。はい、実際にこのような、アナログゲーム授業にも使っていますので、はい、授業でもこういうゲームをされるんですね。はい、はい、そうです。町長、もう一戦いきますか。本当はもうやったら今度負けますよ。もう一回いきましょうか。校長先生、屋上に上がらせてもらいましたけども、はい、うちはね、屋上にプールがあるんです。すごいですね、屋上にプールがある高校って初めて聞きました。はい、そうですか。はい、大阪府下でもね、そんなにたくさんはないんですけれども、でその景色もね、はい、もうこの景色だけは大阪随一だと思ってます。プールで切り株っていうね、はい、サップってご存知ですか。サップ、海の上で飛行されるやつですね。はい、スタンドアップパドルボードっていうんですけれども、はい、サーフボードの大きい版のやつに貼ってパドルで漕ぐっていう、はい、そういう部活動が、本校ではあるんです。でその切り株は去年スポゴミ甲子園っていうのに出まして、はい、まあ、普段も、田の輪の海のゴミを回収して自然保護の活動をやってるんですけれども、その日頃のゴミ拾いスピリッツを十分発揮して、はい、去年大阪の代表でね、全国大会にも出場したんです。全国にですか。はい、そういうクラブもここで活動してるんです。じゃあ実際ここで部活動をされてるということですね。そうなんです、はい。ピリカブの、皆さんはですね、日頃から三崎町内でゴミ拾いをしたりしていただいたり、また住民の皆さんがですね、非常に多くの感謝の言葉を聞いております。先立ても校長さんからね、その話を聞いた時に、はい、全国大会に行くってすごいなって思いましたね。はい、で、まあ、活動してても、はい、その住民の方がね、時々声をかけてくださって、本当にありがたいですっていうお言葉をいただいて、生徒たちも本当にやる気がどん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 増してるっていうような状態です。本当にそれこそ地域と密着して、はい、まあ、言えばそういった共同作業というんですかね、はい、そういったことを一緒にやって、で教育の現場で頑張っていただいているということですね。そうですね、三崎町の方もそうですし、この自然環境もそうですけども、ここの三崎でしかできない教育活動というのは本当に、本校にとってはありがたいなというふうに思っています。はい、はい、では校長先生、この屋上を東側へ移動させてもらいましたが、はい、ここは本来は、そうですね、普段はここは入れない場所なんですけれども、はいはい、この景色を見てもらいたくて、はい、そうですね、今日は特別にここを開けてもらいました。はい、遮るものが一切ないですね。はい、はい、
もう大阪でピカイチだと思います、この景色、ね、はい、ご自慢できる高校の、はい、そうなんです、はい、スポットだと思います。はい、はい、ではあの校長先生、この三崎高校の方 の, あの目指すイメージ図というのを、はいはい、教えてもらいたいと思います。はい、小学校や中学校でね、なかなか不得意なことが多くて、自分に自信が持てなかった子どもさん、ぜひこの三崎高校へ来て、いろんなね、今日も体験していただきましたけれども、楽しみながら、ワクワクしながら、授業を受けることで、いろんな社会に出て役立つ力を身につけてもらって社会へ送り出していく、そんな高校づくりというのを目指しています。安心して高校3年間を過ごして、で社会で活躍してくれる人材が育てばなというふうに願っています。では町長、あのこちらの三崎高校に今後期待することを教えてもらってよろしいですか。はい、あの今日はですね、校長先生に いろいろとお話を聞かせていただいて、三崎高校は生徒のサポート体制がですね、とても充実していることが分かっていただけたと思います。また地域と連携した体験授業や特色あるプログラムがですね、たくさん用意されておるなと感じました。多くの皆さんが三崎高校で学んでいただいて、そして成長し、将来に大活躍をしていただければと思っております。大いに期待をしたいと思います。ありがとうございます。瀬戸さんの将来が楽しみですね。そうですね、やっぱり三崎高校にで卒業してよかったなと、そう言っていただける生徒さんが会ってくれたらいいな。そうですね、将来が期待されますね。はい、はい、あの今回は素敵な高校をご紹介いただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今回は田代町長と三崎高校をお散歩しました。眺めも良くて空気も美味しかったです。校長先生のお話にあったように、地域と連携の深い高校だということがよく分かりました。三崎町にある高校だからできるカリキュラムもあって素敵でしたね。アナログゲームも町長と白熱しました。これからさらにステップアップする三崎高校に期待したいですね。では次回のちょっと散歩もお楽しみに。